はい、どうもサリーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日も元気に千葉から元ブログをお届けしたいと思います。はい、ということで前回の動画から引き続き成田なんですけれども、お、飛行機飛んでますね。近いな。はい、これから行くのは視聴者さんから情報をいただいた場所になるんですけれども、ツイッターだったかインスタだったかの DM でいただいたんですね。でね、いただいたその DM に住所しか書いてなかったの。他に何の情報もなかったから、何だろうかなと思ってちょっと気になって調べてみたんですよ。で Google のストリートビューで見たら、なんとね、そこにねお城が建ってたんですよ。でお城って言っても和風のお城ではなくて洋風のお城という感じですね。でね、その場所を調べてみたの。そしたらCP サロンビクトリアっていうところだったんですけど、その建物っていうのがもともとは化粧品を販売していた販売店だったみたいなんですよ。まあその CP サロン、 CP グループみたいな感じなんだけど、結構ねなんかちゃんとした化粧品会社みたいな、そんな感じなんですよ。その日本全国に支店というか販売店があって化粧品を販売しているんですけど、こういう田舎道とか走ってるとたまに見かけるんですけど、ポーラ化粧品とか、あとは資生堂の化粧品かな、なんかそういう看板がついている家なのか店舗なのかわからないような感じの店ってあるじゃないですか。で大体そういうところってもう営業してなかったりとかするんですよね。で多分ねそれに近いものなのかなとは思うんだけど、たださ、店舗がさ城なんですよ。城みたいなんですよ中世のちょっとしたお城みたいな、そんな感じなんですよ。まあ、名前がビクトリアっていうくらいだからね。だから多分そういう系の化粧品店なのかなとか思ったんだけど、あのね、この立ってる場所っていうのがまあなかなかのど田舎なんですよ。まあもうちょっとで着きますけど、化粧品会社がこんなところにあるのかという感じではあるんですよね。ね、何にもないじゃないですか。ここは何かの産廃業者の工場みたいなところですけどね。こんなところなんですよ。古城感を出すためにこういうところに建てたのかわからないけど、ただ見た感じもう人は住んでないような廃墟っぽいような、そんな感じはするんですよ。こんなとこですよ。いや、家はちょっとありましたけど、あ、見えてきましたね。はい、こちらですね。あ、何か工事がされている、工事をしているような感じはしますね。ちょっと回って見てみようか。おお、こんな感じですよ。へえ、ちょっとどっかにバイク止めて見させてもらおうか。この辺なら止められそうかな。すごいね、古城感出てますね。おお、どうやら何か工事みたいなものが入っているような、そんな感じがします。古城というよりは洋館という感じかな、そんな感じですね。多分車、でかい車止まってますし、何かいろいろと物が出されているような感じもするので、中を解体しているのかな。へえ、面白いね。洋館とお城の中間ぐらいっていう感じですかね。
車が入れるような、こうガレージですよね。はい、今通りかかったおじさんに話を聞いたんですけど、もともとはね、レストランだったようです。まあ、建物の話だけじゃなくて、いろんなこの辺りの歴史の話とか、おじさんが想像しているこの辺りの歴史とか千葉の歴史とか、そういうのをね、また30分ぐらい話聞いちゃいましたけど、いやでもね、面白かったあ、こういうこと考える人がいるのかと思って、歴史とかそこまでねよくわからないんだけど、こういう人がいるのかっていうのはね、結構面白かったね。で、このちょっと先行ったところに高速が通るらしくて、どうもこの辺りも干渉してくるんじゃないかということで、もしかしたら取り壊されるのではないだろうかという話でしたね。でもこうやって見てみると、レストランと言われれば確かにそうだなと思いますね。で、2階一番手前の方ですね、テラスみたいになっているところがありますけど、あそこなんかはテラス席みたいな感じで使われていた可能性っていうのもありますね。いや、あそこなんだろうかなと思っていたんですけど、レストランでテラス席だったら、ああ、わかるわっていう感じですね。面白い物件を見させていただきました。アンテナはね、新しいアンテナついてるから、2007年前後までは使われていたということになるみたいですね。もう、ここお化け屋敷じゃないからねって言ってましたけど、まあでも確かにお化け屋敷と言われれば、そんな感じには見えるなというところですね。よし、じゃあ行きましょう。もともとはレストランだったんだけれども、まあお客さんが来なくてレストランが潰れてしまったと。で、その後にその CP サロンビクトリアっていう化粧品会社が入ったみたいですね。で、その会社も今はもう撤退してしまって、現在廃墟となっていたんだけれども、また買い手がついたのか、もしくはオーナーさんが解体を始めたのかわからないけれども、今現在はあのような形で業者が入っているっていうことになるんじゃないかなと思います。まあ、さっきおじさんが話してたのは、近くに高速が通るっていうことと、あと建物の裏側あたりで発掘作業が行われているそうです。だからあのあたりが開発されるのは2年後とか3年後ということになっているらしいですけどね。でも、もしかしたら高速道路が作られる過程であの建物もなくなってしまう可能性もあるし、クチクチでしたよね、玄関のあたりとかね。さすがに総特化しないとさ、ちょっとあのあたりは使えないよね。なんか金具みたいなものでね、とりあえずっていう感じで止めてありましたけど、いや、あれは危ないよなでもね、あんな感じの洋館というかね、そういう建物が見られたっていうのはね、ちょっと良かったな。残るか残らないかっていうのはね、ちょっと定かではないし、もしかしたらあと1ヶ月後とかにね、なくなっている可能性もありますけど、もしよろしければ見に行っていただければいいかなと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと雨強くなってきたなー。